さあ歴史に残る名勝負になるか。松坂大輔の第1球、まずは146、こちらも好調大栄ホークス。どのあたり気をつけていけばいいですか。やっぱりこれ1、2番ですよね。1、2番、1、2番出さないことですよ。はい、さあ先頭バッターホークス好調の、ね、そうなんですよ、それが一番怖いですよね。これはインコース外れました。143キロ、これはカットボールです。先頭バッターの村松外れて1-3。ここから行われますオールスター戦に出場が決まっています。際どい、ここは村松よく見ました。するものなのか、それとも制球が定まらないのかちょっとわからないという話だったんですけれども、どちらにしても今日のゲームは基本的に大輔に預けたという話でした。全幅の信頼を置いている松沼ピッチ、力まずに投げてはいるんですけどね。さあここからランナーを得点圏に置いて3番だろうと。で新垣が今日はマウンドに上がるので、その気負いがねピッチングに乱れとして出てくればいいんだけどと。さあ俊足の村松が2塁にいます。150キロ出ましたが、これも外れての5位の53打点を挙げています。ホークスとしては初回からいい形を作りましたね。そうですね。松坂いきなりランナーを背負いました。1回の表これで 2-2。 その井口に対して松坂インコース外れて 2-3。 先ほどもですねインコースにストレート外れ、ちょっとボールが低いとなくなるですからね、はい、打たれるつけが出てくるんですけど、フルカウント151キロ外れました。フォアボール、バランス的に良くないところがあるんじゃないですか。どうなんでしょう、甘いところに入ったら打たれるという思いは。それありますよね。ありますか、ですからやっぱりより厳しいところというのは考えているでしょうけどね、さあ国語が怪我で離脱中、4番の松中初球打って一塁間、さあ俊足村松三塁を回った。先制したのは大栄ホークス、松坂大輔打たれました。それほど簡単なコースではなかったと思うんですがね。まあ低め低めですけどね、まあ、多少コースは甘かった。三塁一塁、松坂からよく打っています。5番の城島です。ああボールこいつ2点目が入る。松坂が投げたのはスライダー、そしてこの細川の取りに行き方からするとやはりね。そうですね、でもこれ後ろやっちゃいかんですね。そしてバッターボックス、対戦打率は3割3分3厘、ホームランも1本放っています。城島の当たりセンターを越えていく、フェンスダイレクト、セカンドランナー松中は帰ってくる。そして城島はセカンドへ、1回の表これもスライダーでしょうか。スライダーですね、今のはコースがちょっと甘かったですか。コースは甘いですけどね、これでも。さあこの回すでにヒットを2本打たれました。3点を失っています。
てワンスリーです。ここもカットボール、細川が語った今日の松坂。最後に首を振る、ここで食い止めることができるか。見逃しの三振、145キロカットボール。バルデス納得よね。さあこの3失点のみで切り抜けられるか松坂大輔。もう微妙なコントロールがね、ちょっとこう修正できるかどうかね。そうですね、バッターボックス7番の尾道、こちらも松坂に対しては打率5割14打数7安打。不正が効くかどうか松坂。打ってファール、外小さくてね、城島だ。サードを回った、バックホーム、4点目入りました。今後の球界を背負っていくであろう松坂と荒垣の息詰まる投手戦を期待していましたが、松坂打たれています。その後タイムリーが2本続いて、バッテリーミスも絡んで4点を失っています。1番に入っている柴原、しかしここはサードストップ。どうしたんでしょう松坂大輔。ストレートがなかなか、どうでしょう、入ってきてますか。この人もよくついていってますよね。鳥越の当たりも右中間を破っていく、ようやくセンター追いついた。ランナーが2人目、いやサードストップ。しかしビッグイニングになりました。1回の表、これが首位を走るホークスの強さか。打率2割1分5厘という鳥越もヒットを放ちました。今のはストレートですね。ストレートですけどね、いやいや詰まりは詰まってるんですけれど、はい、やっぱりってなおも三塁二塁、打席が打順が一回りしました。1番の村松、選んでフォアボール、出塁しました。先制の方も踏んでいます。傷口は広げられません。さあここは追い込んでいます。おかしい、長打になる。さらに2点が入った。打った村松は三塁に向かう。